オラブエナスタールです。ソイスカイデジュニオール。こんにちは。スカイデジュニアです。やってまいりました。スカイデジュニアチャンネル。今日はもうご覧の通りね、髪がボーボーに伸びてきてるんで、ちょっと散髪に行ってスッキリしていきたいと思います。ではでは今日もスカイデジュニアチャンネルお付き合いいただきます。よろしくお願いします。では行きます。バモスアミゴス。はい、お待たせしました。散髪してきました。もうこれバッチリ整えてもらってめっちゃいい感じ。ああ違う違う、ここじゃない。そうそう、ほら見て、さっきのボサボサ感がだいぶなくなっていい感じ。今日待ち時間が1時間以上で、実際カットしてもらったのが5分以内っていう、すごいその店員さんにとっては楽かもしれないけども、僕のオーダーが長さはほとんど変えず、でも散髪した感を出してくださいって言ってたんで、ちょっとね担当のねお姉さん困ってたけども、でもすごくいいお姉さんで終始笑顔でカットしていただいて、あ、ちょっと缶ビール買ってくる、ちょっと待っておいて。買ってきました、いつものやつ。札幌ゴールドスター。おー、電車。もうね、南海電車が通っていい感じですね。じゃあ、いただきまーす。おー。乾杯。何やったっけ？そう。待ち時間が、1時間以上でカットが5分以内で、結構そうハードなねお題を出したんだけど、終始笑顔でやってもらって、もうめっちゃいい感じになりました。やっぱりね、そう、僕の中ででもロン毛が好きで、ちょっと伸ばしてる期間が長いですね。たまにバッサリ切ると、え、どうしたんとか心配されたり、罰ゲームとか言われたりとか。だからその状態で会場に行くと、それはマスクの裾からこうやってね、普段ずっと出てる髪が見当たらないわけですから、そうすると来てくれる、見に来てくれる人とかね、顔見知りのお客さんにも、え、どうした、髪切ったって言われたりとか、あとはもう控室行っても、え、髪切ったっすかって言われたり。それほどだから僕の中で僕の中でもロン毛っていうのが好きやし、いろんな人にもスカイデジュニアイコールロン毛ってこう認識されてて、なんとなく嬉しいです。あ、しかし寒いっすね。冬になると17時過ぎるともう真っ暗になって寒さも増しますね、今が日曜日の19時過ぎぐらいですかね。明日からまたお仕事の人も多いと思います。おお、そう、例えば今日お世話になった美容師さん、散髪屋さんは明日休みで、今頃ワクワクされてると思いますけどね。明日からまたお仕事の人多いと思います。そんな人はもうお互いまた月曜日から頑張りましょう。ではでは、寒くなってきたから今日はこの辺でおいとまさせていただきます。と、その前に評価、そしてチャンネル登録
何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた会いましょう。以上、本日のスカイレジュニアチャンネルでした。ありがとうございます。ノスベムスプロートケテバヤスビエン、バイ。